主神は、ウルダイ三王朝の第四代王である。兄弟であるアマルシンを倒して王位を得た。名前は、神神の人の意。一般に、ウルダイ三王朝は、シュメール系の王朝とされているが、彼の名前は、アッカドゴであり、メソポタミアにおけるアッカドゴの普及を示す。先々をシュルギの息子として生まれた。彼は、エラム方面の軍事司令官として、 東部の都市デールに駐留していたが、王位についたアマルシンと対立し、紀元前2040年頃までには反乱を起こした。アマルシンの王妃アビシムキなどを味方につけることに成功した主審は、紀元前2038年頃、アマルシンを倒して、王位を獲得した。王位についた主審はすぐに混乱に直面した。紀元前2034年北西部の属国シマヌムが、 反乱を起こした。主神はこれを鎮圧したが、西からはアムル人の侵入が次第に勢いを増し、東ではエラムのザブシャリ国と数国を中心に反乱が発生した。主神はアムル人に対応するために北西に無力、ティドニムと呼ばれる城壁を建設する一方、東でエラムの反乱を鎮圧して王朝を保った。彼の死後、 息子でありうる第三王朝最後の王なる、イビシンが後を継いだ。ありがとうございます。